なるほど。櫛枝とうまくいきたければ、まずは愛坂と北村を。上等じゃねえか。よーし、柔軟終わり。次は二人一組でパスボール。へい、愛坂、組もうぜ。はいはい、組みましょう、高須くん。おう。例の練習だ。作戦はシンプル。北村と組んだ奴に俺が軽くボールをぶつける。そしてあんたが過剰に騒いでそいつを連れて保健室。そうなれば残った愛坂と北村がペアに。マルオ、私とやろうよ。ああ構わないぞ。ヘイポース。ヘイ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 、ポース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 、行くよマルオ。ああうん、いい球筋だ。何言ってんのよマルオ。ヘイパス。パスってやっぱ女子には。パス。すまん木原、罪は償う。あ、ブンシン。あれ、ごめんマルオ。何、どうした。カス君が手乗り台が押し止めた。しまった。誰かれ構わず噛みつく手乗りタイガーだけど、かっこ悪いほど一生懸命なのは確かで、応援してやる気持ちにならないこともない。いいか、あくまでさりげなく渡すんだぞ。いきなり重々しくやるな。わかった。軽々しくね。軽率に、お手軽に、尻軽に。行くぞ。あれ、北村。ああ、北村ならさっき用があるとかで B 棟の方へ。高須くん、さっき行ったばっかりだからまだその辺に。いた。おうぞ。何、うわ、どけ。高須くん。早い。まああれなら追いつくだろう。高須、亜美が買い出し行ってこいって。倉庫にバイクがあるらしい。バイク？あ、だったらタイガーを連れてけよ。愛坂が？行かない。バイク壊し。何？気をつけてな。あ、わかった。じゃあね。ああ。あ、俺も。なんだ？辛いの食べたからかな。胃薬飲みたい。腹痛か？つっても薬は。愛坂、具合悪いのか？胃薬なら持ってきたんだ。部屋にあるから一緒に来るか。そんな。じゃあ頼むな。二人っきりになるチャンスだろ。どうした？いや、別に。じゃあよろしくな。あ。水足りるか？どうだ、効きそうか？そうか、よかった。辛そうな愛坂見てると俺も辛いからな。そうだ、辛いなら横になるか。いやー、一本目なかなかの盛況だったな。おお、この分なら次の回も。おい、何やってんだ。食ってるぞ、リボン。よっぽどうまいんだな、そのクレープ。端のとこ一口くれないか。なかなかいけるな。好きなだけいいよ。お、太っ腹だな北村。お前ってだ、タイガ。ユージも来たんだ。お、生徒会の見回りの時間だ。すまん、先に戻っててくれ。お前、俺を殺す気か。北村君の成分が。愛坂、
人なのか？もしよかったら一緒に踊ってくれないか？ああ、ダメだな、服男でもないのに。まただ。どうして北村くんは、いつも。愛坂？ありがとう。それじゃあ。ダンスってどうやるんだろう。手を取り合って、見つめ合って、飽きるまで回り続ければいいんだ。きっと。